Thank you.
今現段階のコンディションは、疲れてる状態ですね。一番多分疲れてる時期というか、このまま回復させて、17日を迎えられたら、ベストな状態になるかなと。あとついに喉もちょうど痛くなってるので、それの調子がベストな時に来たなっていう、5日前ぐらいこの状態であれば、5日後はベストな状態になるかなとは思います。今公開練習を終えて、いかがでしたか？いや、手応えというか、いつも通りきつかったなっていう練習はきついですよね。でも新技をやったりはね、
新技はまだ諦めてないのか、はい、今日中に新技を考えます。いつも大体こんなような動きで。そうですね、これが2時間、動いてる時間は1時間半ぐらいですね、はい、と別にまあウエイトトレーニングだったり、そうですね、息を上げるトレーニングが一番多いんですけど、まあ、練習で息上げすぎて大体試合では息上がるので、うん、回復させないとダメだなっていうのは最近、まあ、分かったというか、うん、まあ、常に疲労状態で試合やってたような感じだったんで、うん、まあ、そうそう、去年から月1ぐらいしかやってないですけど、うん、でもちょうどやっぱり試合の前にちょっと焦るというか練習してしまうので、うん、試合の前にいつも疲れてしまいますね。試合の日すごい疲れてる時はあるんです、うん、まあ、それの、まあ、配分というか、うん、まあ、その体調の持っていき方はなんとなく、うん、まあ、分かったかなと思ってますけど、正直自分が今やってるのはまあ初日に向けてだけなんで、はい、17日の後はもう分からないです、はい、まさにそこを今聞こうと思ったんですけども、はい、その、まあ日本一、おそらく日本一、もしかしたら世界一過酷な G1 クライマックス始まる2年ぶり3回目ですか、はい、いかがですか。そうですね、まあ、1回目はもう本当に初 そのヘビー級挑戦みたいな感じだったんで、まあ、何のプレッシャーもないし、まあ、それまでも結構その新日本プロレスが出続けてたんで、そんなに変なプレッシャーもないし、きつさも分かってなかったんで、正直今思うと、うん、4年前の、まあ、自分が初めて出た G1 は、まあ、多少なんか気持ち的にも楽だったんで、まあ、2回目からやっぱりいろいろ分かってくるんで、うん、前回は本当にきつかったし、もうきつい以外 その記憶があんまりない、うん、今年はだからそれよりもプレッシャーとかかなり感じてるし、まあ、試合数も、ね、ほとんど、まあ、やってきてないし、まあ、その辺がちょっと怖い部分はありますけど、まあ、一つちょっと自分が言いたいのは、まあ、その自分がやってきたことをまあゼロとして数えられている人もいるので、それはちょっと悔しい、ね、その自分が何も1年半とか2年ぐらいやってなかったら、うん、まあいろいろ言われても当然かなと思いますけど、まあ、自分は自分でいろいろやってきたんで、その部分がまあ少しでも出ればいいかなと思ってます。そんな中であえて、開幕戦の札幌に焦点を合わせてるという感じですか。そうですね、やっぱり内藤戦は負けられない、うん、正直内容もそうですけど、うん、まあシングルマッチは自分の方が勝ち越してるはずなんで、うん、まあ、負けられないというのもあるし、まあ、同い年だし、まあ、いろいろ負けられない部分がある。その後はちょっと未定だったところですか、はい、その終わった後考える。終わった後考えてないです、ま、あ今も考えてない。今も考えてないです、はい、現段階5日前ですから、はい、もう何も考えてないです、うん、とりあえず初日、はい、まあ、初日を乗り切らないと次にいけないんで、うん、とりあえず初日、はい、そういう中でも同じブロックなんか、まあ、対戦楽しみにしてるとおっしゃっていらっしゃいます。そうですね、内藤さんはもちろんそうなんですけど、はい、やっぱり田中さんとのシングルマッチは多分2回目なんで、自分でも期待しているのと、あとはそうですね、田中さん尊敬している部分もやっぱりあったんで、まあ、今ももちろんそうなんですけど、ちょっと最近なんかその失速というか、はい、ちょっと薄くなってきたんじゃないかなと。存在感、うん、でもやっぱり田中さん絶対なんか、うん、やってきてくれると思うんで、それは楽しみですね、うん、まあ、結構でも負けてる人が多分いるんで、うん、その人たちまあリベンジ
するのもそうだし、あとはもう自分がその新日本プロレスの新日本プロレスがどこまでできるか、はい、そこは分からないんで、顔を戻したいと思います。今多分この2年ぐらいで本当に相当変わったはずなんで、鹿児島が棚橋戦のことについてはそうですね、まあ、地元が鹿児島なんで、もちろんまあ、ちょっとホームになるのかなっていう部分もあるし、別にならないとしてももうどの会場も、まあ、全力で、行きたいですね。そこはそこまで本当に自分の中では考えてないです、ね、本当にフラットで、はい、行きたいです、はい、できるだけ。先ほど新技とおっしゃってましたけど、はい、何系で、いろいろ考えたんですけど、ね、本当に全然思いつかないんですけど、1ヶ月ぐらいですかね、考えて、で考えついたらいっぱいあるんですけど、やっぱり全部誰かやってるんですよね。やっぱ調べ尽くしてしまうというか、思いついたら誰かやってないか、結構動画で調べてしまう、大体見つかるんです、大体誰かやってる。それでもやっぱり誰かがやった技をやっぱり、また使い直すのもいいかとは思ってますね、はい、開幕までに何かしら新しいもの、そうですね、何か新しい技でフォア取れればいいかなと思ってますけど、あとですね、あれですね、フェニックスプラッシュをちょっと封印しようと思って、はい、まあれがやっぱり デビュー戦からもう13年ぐらいですか、13年ぐらい使い続けてきて、結局あいつがあるせいで、その新しい技がフェニックスプラッシュを超えないんですよね。だからその新しい技で取れなくなってきたというか、自分が13年その必殺技が変わらなかったのは、まあ、そこもあるのかな。フェニックスプラッシュっていうのはちょっと大きすぎるものなのかな、劣化ではないです。自分のその自身を超えるという、はい、過去を突き破るっていうのも今回は味わっているんですか。そうですね、もう全てにおいて突き破るしかないというか、しかない、はい、しかない状態です、はい、追い込まれてます。前回は私も団体所属の状態でしたけど、フリーとして非常に出るからこそできることっていうのは何ですか、はい、そうですね、フリーだからできることは、まあまあ、自由度は誰よりもあると思うので、その自由があれですよね、どう自由があったかというと、まあ、試合でも自分は結構自由にやってきたんですけど、そこの面でも多分さらに自由な試合展開ができるのかなとは思ってます、ね、新しい要素もやっぱり、去年の、まあ、CWC っていうトーナメントだったり、まあ、イギリスに行ったりとか、いろいろ自分なりにやってきたことがある、その部分で言えば、まあ、新しい自分なのかなと思います。あとケニーオメガの存在とは、まあ、別ブロックになりましたけど、今回の G1 に関してはケニーっていうのはどう捉えてますか。そうですね、ケニー、まあ、自分が決勝に行って、まあ、ケニーが決勝まで上がってきたら、まあ、試合できるのかなと思いますし、まあ、ケニーの活躍を見てれば、まあ、ケニーは来そうな感じはかなりしてますね、自分の中で、はい、でも新日本プロレスだと、まあ、僕は2年ぐらいやっぱり遅れを取ってる、そこがどうなるか、はい、全然その言い訳とかではなく、はい、それも楽しみです、自分で、はい、1年半ぐらい新日本上がってないんですけど、その間新日本というのは どう見てましたか。結局でもその次の去年の中で G1 ですか、去年の G1 決勝、準決勝決勝からは見に行きました、新日本プロレス初めて、見に行きました。
生で。生で。チケット買って。チケット買って。あ、新日本プロレスの時は違ったな。もらいました。チケット買ってないですか？それはね、いや、買おうと思ったけど、それちょっと、もらった、もらえたんで、入り口で。いや、もうおっさんに。大丈夫ですか？すぐ前さん。あ、すぐ前さん。え、じゃあ結構ビッグマッチのたびに会場でご覧になられた？いや、10月は見に行きましたね、あと1点や。3月、岡田戦。岡田戦？で、5月の鹿児島と、5月の鹿児島、あと博多、3日の博多、6月の大阪城ホールは見に行きました。結構遠くまで見に行ったりもされてまあ一応そこはなんかタイミングがあって、タイミングがそこは一応見てますね、生で。じゃあ結構今の新日本っていうのはそんなに違和感なく入れそうな感じ？いや、見てるのとやっぱやるのもちょっと違うんで、まあ今やってるのも分かるんですけど、その今やってるのはそのプロレス的な技術とかじゃなくて、筋肉の回復力とかそういう回復力を速くするトレーニングとかやってるんで、そこが、まあ、自分の中で一番その怖いかなと。それによってはその出せる技とか出せない技も限られてくるし、ちょっと不安ですね。そこが不安です、それによってはまあ惨敗する可能性もあるし、全敗、でも分かんないです。自分でやってきたわけですから、その2年間は触れてないから、1年半から2年ぐらい全勝する可能性もあるし、それは分かんないです。トレーニング自体は、まあ、サーキットそうですね、まあ細かくは、まあ、いろんな名前があるんですけど、まあサーキット、大きく分ければサーキット、なんか名前あるんですか？多分 HIIT トレーニングとか、はい、ヒートトレーニングとか、まあ、田畑式トレーニングとか、そういうのが中心になってますね。今日見てたのもそれもいいか、まあそうです。それから自分で超プロレスリーにアレンジしたものが150種類ぐらい、その4種類ぐらいですね。